続いてはこちらジェリーバンドになります。こちらはアドレスの綺麗なフォーム作り、それから肘の悪い動きの防止や下半身の強化にもつながる優れものになります。ではまず綺麗なアドレス作りからいきます。まずこのジェリーバンドを肘の少し上ぐらいのあたりにセットしていただいたらアドレスをしていきます。そうすると自然体な綺麗な三角形のアドレスができると思います。この三角形ができたら腕に力は入れないで肩ですね、肩で回転していきます。この肩で回転していくことによってこの綺麗な三角形が崩れないので、この三角形をこのジェリーバンドで矯正していきます。そうすることによって取り外した時も綺麗な状態でスムーズにスイングすることができます。続いてはこのジェリーバンドを使って肘の綺麗な動きを身につけていきたいと思います。まず自分の気になる方でですね、まずじゃあ僕は右を装着していきます。そしてここでまたアドレスをしていただいてスイングしていきます。そうすることによって綺麗な脇の締まった回転ができるようになります。なのでこのアドレスしてバックスイングしたときに肘が浮いてしまったり悪い方向に動いてしまう人にはいい矯正する練習方法になります。最後になりますが足を太もものあたりにつけていきます。そしてアドレスの形を作ってください。この時点で足に大きな負担がかかっています。これをするだけでトレーニングにはなりますが、ここでさらにまたスイングしていってください。そうすることによって綺麗な下半身の使い方が身につくことができます。これで体重が前に行ったり後ろに、そして右に左に乗らないで、その自分の軸を作りながら体重移動できるので綺麗な下半身の使い方が身につきます。ぜひこのジェリーバンドを使って綺麗なスイング作りトレーニングを行っていってください。